備前国、備前の国は、かつて日本の地方行政区分だった、両政国の一つ、山陽道に属する。藤原宮木館には、木人と舞国と表記。平城系跡出土の木館、735年、天平7年から747年、天平19年までの間の木の札に、備前国小島軍鴨モ号、かの寺かく丸町塩さんと、備前国小島軍鴨モ号、 三野連を津工町潮糸と表記。明治維新の直前の領域は、岡山県玉野市、備前市、瀬戸内市、赤岩市、和気郡の全域及び、岡山市の大部分、北区の内旭川伊東かつ竹部町大台北、旭川伊勢の内、大胸なし所、川入東花尻、西花尻、平野、信友より南西及び新市、上高田、山城、 石妻、杉谷、比金、足森、下、足森、高松稲荷、平山、立田、鴨より南西、南区大福、古神殿、瀬尾、美之島、山田、妹、尾崎を除く、倉敷市の一部、水島福崎町、水島東、千鳥町、水島東、時和町、水島東栄町、水島,東,東,水島東,東、弥生町、水島東、琴吹町,町、水島東、琴吹町,町、 水島あよい町、福田町浦田、浦田、黒井、津浦、ありしろ、藤戸町天城、藤戸町藤戸より、おじあん島、久米群先町の一部、えよみ、かがぐんきび中央町の一部、小原、和田、富とみなが、かも高屋、平尾日上き、うえ明伊藤、兵庫県阿公市の一部、福浦にあたる。きび国が七世紀後半に、微前国、微中国、 ビンゴ国に分割されて成立された。和名類受賞に、キビの道の口と記され、分割後は、キビ道に属する一国だったと推定される。この時のビゼン国は、後のミマサカ国の領域と、津良島、小島郡とラゴー、小戸島、直島諸島北部を含んでいた。和道六年、七百十三年四月三日に、ビゼン州、くだらの小西木南助と、ビゼンスケ、 噛みつけの県民が共に上進して、北部の六軍の栄田軍、勝田郡、苫田郡、久米郡、真島郡、大場郡を咲いて、三正国が設けられた。平地に恵まれ、地水や水運に手頃な大きさの川が多かったので、古代から農業の敵地であった。古墳時代からの鉄産地であり、塩田造りもまた古い。さらに、瀬戸内海に面した。 海上交通の便のおかげで、経済的に豊かであった。面積は大きくないが、律令制では上国と位置づけられた。備全国の山陽道の馬屋は、坂町、鎌、高月、津高の四駅である、演技式表部。平安時代から、鎌倉時代には、荘園が数多く設けられた。平安時代から、優れた闘校が集まり、おさふね派、 一文字派など様々な流派が鍛えた刀は備前物と呼ばれておもんじられた。やはり平安時代から始まって、後々まで全国に流通した商品に備前焼きがある。当時の備前の中心となった町は福岡であった。室町時代には、張馬国を本拠とする赤松氏を守護にいただくようになった。赤松氏の力が衰えると山梨の勢力が伸び、 両者の戦いの中で次第に国人層が成長した。戦国時代には守護大の浦上氏が地下の赤松氏の勢力を締め出して美善国を支配しようとするも三院で大大名となっていた天子春久が美まさかから南下の動きを見せ美善西部に力を持つ松田氏が天子方につくなど苦戦している。しかし天子氏が衰退すると戦国時代末期には浦上氏の家臣 ウキタ直オが主家を凌駕する力をつけ、ついには、浦上市を追い出して、美前国に、美政国と備中国の一部も加えた戦国、大名となった。これ以後、直家が、居城にした岡山が、美前国の中心になった。直家の死後、後を継いだ、ウキタ秀デが、関ヶ原の戦いで敗れたため、 ウキタ氏の両国は亡くなった、秀家のいとこ北キタ戦家が、岩見国ツアーの三万国を与えられた。秀家の後に、岡山城に入った、小早川秀明が講師を持たずに亡くなると、幕府は、美前国を池田照正の次男ただつぐに与えた。後に、岡山には、池田の本家が入り、岡山藩は幕末まで、美前国一円と、周辺、時期にり変動を両国とした。 江戸時代の備前では、面の作付けが広がった。以前から進んでいた小島と本州本土との間の海の間拓は、江戸時代に一層進み、小島と本土が地続きになった。幕府調査による人口は、文政五年1822年が3 1 8 2百3人であった。明治政府の明治五年1872年の調査による人口は、 三十三万千八百七十八人であった。中世以降、小津郡と直島諸島北部は、佐抜国宿御天領備前国倉敷大官所津山藩高松藩と政治的な支配者が次々と変遷をたどるうちに、備前かさぬかの両政国としての所属が曖昧なものとなり、最後に高松藩の預かりとなった、法永五年、千七百八年以降は事実上、 佐野帰国として扱われるようになった。そのような状態が300年余り続いたが、明治維新後の1871年8月29日、明治4年7月14日4時、廃藩地県により、旧高松藩の区域には、香川県の前身である高松県が設置され、直前まで高松藩の実行支配を受けていた小豆軍と、直島諸島はこの時から正式に、 香川県の所属となった。また、福浦は、地元住民の要望で1963年、昭和38年に、兵庫県阿古市に編入された。備前福賀駅の甲を参照。備前国府は、和名省、十、阿田省では、小野郡の所在と見える。しかし実際には、上東郡城同郷の所在と見られ、岡山市中区国府市場付近に想定される。 中枢とななななる国の所在地についいいい。てては、確かかが検出されていないため定かでない一説には、国府市場、今在家協会の国庁偶付近に否定され、同地は備前国庁跡として、岡山県指定史跡に指されている。一方、この国庁は、中世に始まる地名と見られることから、近年ではやや東方の国府市場中央部の安定、備高地に否定する説が、 有力視される。演技式内者奏者、一宮以下以上のほか、石神仏魂神社、赤和市石神も全国一宮会に加盟して、一宮を主張する。三宮以下はない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。